つがアサシンね。トキ、油断しちゃダメだからね。あなた、アサシンギルドの一員ね。そうです、その通りです。アサシンギルドの一員です。認めたよ。結婚式の襲撃計画について聞きたいの。何か知っているなら教えて。ああ、襲撃計画？そんな話、アジトでだって聞いたことないぞ。アジト？ここでは別にアジトがあるの？なぜ俺たちの秘密を。あなたが言ったんでしょ。うわっ、よくも喋らせたな。いやいや、俺が喋ったとバレたら暗殺されちゃうんだぞ。秘密を知ったらここで死んでもらう。安全に逆切れじゃないか。果物を食べちまってな。おしゃべり？食べるとおしゃべりになっちゃう果物だよ。こんな食べ物だと人間の言葉を知りたくて食べるようになっちまうんだぜ。おしゃべりについていろいろ教えてやろうじゃないか。おお、チャンス。まず、さあ、知っていることを話して。俺たちは頭からの指令に従うだけだ。じゃあな。ああ、待って、おしゃべりはどこにあるの？君ってば、僕らの憧れのアサシンさんを軽くやっつけちゃうんだね。リコード、お前どこから？とは、君に会いたくてね。とはじゃないけどね。実は、君へのプロポーズを思いついた。なんだと？ハボック！いった！すごい！すごい吸引力！だが、行くぞ。どうか俺と一生一緒の空気をスーハーしてくれないか。結構です。だ、何か僕に恨みでも。終わりだ。君も飼い主に似て手加減しないな。当たり前だ。か、ここはひとまず引き下がるとするよ。お嬢ちゃん、グッバイ。
待たせたな。大名